ジェフ・ヘンドリックはアイルランド共和国ダブリン出身のサッカー選手。プレミアリーグ、ニューカッスル・ユナイテッド FC 所属。アイルランド代表。ポジションはミッドフィールダー。2008年からダービーのユースに所属しており、2010年7月8日にトップチームに昇格した。2010年5月2日にカービフシティ FC 戦でトップチーム初ベンチ入り。 2011年8月23日のバーンリー FC 戦でプロデビューを飾った。同シーズンはダービーの若手選手賞を獲得。2012から13シーズンはスタメンに名を連ねるも17試合で1得点と不審に陥りポジションも失った。しかし12月中旬にクレーグ・ブライソンが負傷したことでレギュラーに返り咲き、その後は調子を上げていった。 チームメイトのケビン・キルバーンからは、プレミアリーグでやっていける素質があると言わしめられ、ダービーの年間最優秀選手賞にも輝いた。2013から14シーズンは、ダービーの3位浮上に貢献し、プレミアリーグ昇格プレイオフに進出するが決勝で、クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC に敗れ、昇格は叶わなかった。翌シーズンは、自身最多の47試合に出場し9得点を上げた。 2015から16シーズンは年間順位を5位で終え2年ぶりのプレーオフに進出。準決勝、ハルシティ FC 戦の第1レグでは出場機会がなかったが第2レグはスタメン起用される。しかし3から2で敗れたため再び昇格の夢は消え去った。結果としてダービーに7年間所属し196試合に 出場するが、チームのプレミアリーグ昇格を助けることはできなかった。2016年8月31日、新たにプレミアリーグに昇格したバーンリー FC に3年契約で移籍した。9月17日のレスターシティ FC 戦でプレミアデビューを果たし、フル出場したが3から0で敗れた。バーンリーでの2得点目は2016年12月10日の AFC。 ボーンマス戦でゴールから25ヤードの場所からシュートを放ち、チームも3から2の勝利を飾った。2020年8月24日、入滑するユナイテッド FC と4年契約を締結した。年代別のユース代表に選ばれ、2013年1月には A 代表に選出された。6月12日のスペイン代表との試合で初出場を記録。 UEFA ユーロ2016のメンバーにも選ばれた。2016年9月5日のセルビア代表戦において初得点を記録した。ありがとうございます。